次に、横山敦議員に質問を許します。横山敦議員。講師、はい、会の一員として、先に通告した項目に沿って質問します。 まず地方文献時代における教育委員会の在り方のうち市民から見える組織および運営について伺います教育委員会は地方教育行政の組織および運営に関する法律の定めにより設置されていますそして一般市民つまりレイマンである非常勤の委員の合議によって基本方針を決定しそれを教育行政を統括する教育長が事務局を指揮監督して執行するという レイマンコントロールのもとに,ンンについては、先の議会で同僚議員から教育委員会に対して、レイマンコントロールの視点を大切にして、子どもたちの教育支援をしてほしいという要望が出されたところであり、その趣旨は十分認識されているものと思います。地方分権が進めば進むほど、地方における教育行政体制を強化するとともに、住民の期待に応える十分な教育が行われるようにすることは、 避けては通れなない大きな課題です地方教育審議会、教育制度分科会、地方教育行政部会において、新しい地方教育行政の在り方が3点示されました。1点目は、市町村や学校の裁量を拡大することです。市町村や学校が特色を出し、向上に努めようとすることが必要であることから、市町村の教育行政体制や学校の組織運営体制を強化すること。 2点目は説明責任の徹底です市町村や学校は教育行政や教育活動の内容とその結果について評価公開を通して地域住民や保護者に対しての説明責任を果たすこと3点目は保護者や地域住民の参画の拡大です子どもの教育は学校だけで担えるものではありません保護者地域住民が子どもをどのように育てていくのかについて考え方を共有することが不可欠です 教育行政は保護者、地域住民の意向を十分に把握し、それを反映して行わなければなりません。そこで伺います。教育委員の選任については、市民代表として、また保護者代表として、教育行政に深い関心と熱意を有する人材登用のため、委員候補者の公募や、住民推薦の検討が必要ではないかと考えますが、見解をお示しください。教育委員会会定例会は、 平成23年度の会議傍聴者はゼロであり市民から見えにくくなっています開催場所時間等についての改善が必要と考えます市民から見える定例会のあり方について見解をお示しください教育委員会は市民の声を把握しその声を教育行政に反映していくことが必要と考えますが見解をお示しください次に教育長と事務局のあり方について伺います 教育委員会は制度上、市長に並ぶ執行機関であり、教育事務全体について事務局を指揮監督するものとされています。一方、教育委員は非常勤であり、しかも合議体であることから、学校教育、社会教育、文化、スポーツ等、多岐にわたる分野については、事務局案を追認せざるを得ないのが現状であると思われます。また、教育長は、教育委員として特別職の身分を持ちながら、 事務局トップとしての身分も併せ持っているわけです。これらの点から教育委員会と教育長の関係が不明確であり、市民から見える教育委員会の在り方、組織機能の在り方として課題があると考えます。教育委員会は教育行政の基本方針を決定し、教育長以下、教育委員会事務局は決定に基づき事務を執行します。従って、教育委員会はその事務執行状況を監視・ 評価すすする機関関ででつまり両者には緊張関係が必要ですどのように役割分担がされ、どのように監視・評価されているのか認識をお示しください。また、教育委員は特別職です。一方、教育長は事務方トップとして、一般職としての身分も併せ持ちます。現制度では、教育長は教育委員の中から選任されますが、教育委員会と教育長の関係、身分の点から、 メリットとデメリットがあると思いますが、その認識をお示しください。次に、市長と教育委員会の権限分担について伺います。教育に関する事務はもちろん、教育行政全体についての実施については、教育委員会が責任を負っていますが、公立学校の運営をはじめ、支出を伴う事業については、自治体財政を一体化して取り扱う点から、教育委員会は常に市長の合意を得ながら同時に 議会の承認を得ながら行われていますつまり教育行政は市長部局から分かれていてもその裏付けとなる事務事業の執行にかかる資質については分かれていませんここに市長と教育委員会との権限分担の課題があると思われますまた文化芸術スポーツの分野については観光誘客やまちづくり等と密接につながっており本会議委員会等でも 議論があったところです教育行政は市長が責任を負っていますが、もとい教育え、行政責任は市長が責任を負っていますが、教育に関する事務については、教育委員会が責任を負っています。しかし、財政支出を伴う事業については、教育委員会は常に市長合意のもとに実施されています。つまり、教育委員会は独立しているようで独立しておらず、 市長と役割分担をしていいまますすそこで伺います教育行政の政策、政策立案、予算編成、評価を行う最終責任者は誰なのか、見解をお示しください。また、文化、芸術、スポーツの分野は、地域コミュニティの情勢、市民活動の振興、観光誘客とも関連します。学校教育、社会教育の分野の担当は、教育委員会でよいと思うのですが、文化、芸術、スポーツの分野は、 市長部局が担当すべきと考えますが、見解をお示しください。次に、学校教育のうち、指導、研究、研修機能の強化について伺います。教育委員会の行う仕事には、いろいろあります。鶴ヶ城周辺公共施設利活用構想で示された、拡張小学校現地建て替えについては、基本構想案の住民合意、実施設計案の検討に関しては、教育委員会を中心に、地域住民や保護者の声を広く 聞き取らななければなりませんまた、児童・生徒の就学についても、自主避難者の子どもの就学受け入れ決定を受けての今後の対応が大切です。さらに、増え続ける広範性発達障害を含む障害を持つ子どもたちの就学や、その後の学習、進路の問題への対応、児童・生徒にかかる突発的な事件とその対応が求められます。このように、広く市民や地域住民から、教育委員会に寄せられる意見、 要望等への対応など、これからは市民の声をもとに、専門的な知見を活用して、地方分権に伴う本市独自の指針を具現化するため、機能的な教育行政が求められます。そこで伺います。教育にかかるさまざまな課題問題等を調査研究したり、市民の要望、相談にかかる対応をするため、教育委員会内に相談、支援、研究、研修の機能を持つ、歌唱・教育総合センター、 のの設置置をを望むものですが見解をお示しください次に教員配置及び人事等人事少数学級についいて伺います学校に関する権限の一部が国から県に委譲されたことを受け小学校1、2年生及び中学校1年生で30人学級その他の学年で30人程度学級を導入しました県議会ではその効果についてさまざまな論議が交わされたようですが本市としてはその効果を どののように認識ししていいるのかお示しください次に特別支援教育や中学校の教科指導においては免許外教員つまり専門教科の免許を所持していなくても免許教科以外の教科指導が行われている現実態があります私は改善が必要と思うのですが見解をお示しくださいまた同時に非正規教員講師の課題についても以前から指摘されているところです非正規教員 講師が教科指導に果たす役割は大きいのですが、一方、身分が不安定なため、継続的に子どもと関わることができないという、教育上不幸な事態が拡大していると思いますが、見解をお示しください。次に、中学校で使用する教科書についてお伺いします。中学校、英語で使用する教科書の出版社が、昨年まで使用していた教科書とは違う会社になりました。浜通り、中通りの自治体は、 昨年までの教科書と同じ教科書を使用しているのに、本州を含む合津全域が別の教科書を使用した根拠とその効果についてお示しください。次に、特別支援教育のうち、修学指導委員会の在り方と委員の選任について伺います。障害を持つ子供も,も、または障害の疑いのある子供の修学決定は、まず、小学校入学前年の10月に行われる修学時健康診断によって、 医学的検知から就学指導委員会へ諮問されることから始まりますそしてそれからわずか二ヶ月後の十二月に就学指導委員会の答申を受けて保護者と教育委員会の相談を経て年内中の就学先決定となるのが一般的ですしかしこの一連のシステムと流れでは私は対応が不十分であり遅いと言ってきました障害を持つ子の就学においては 障害の種類や程度に応じてのきめ細かな情報提供、保護者の意向や悩みに対する相談を受けるための早い段階からの支援がありません。就学先決定後の学校、保護者、在園機関との引き継ぎや長期的就学支援計画も示されず、親の不安が解消されていません。就学指導委員会は、要保小中、 連携による早期からの情報収集と対応支援を行わななければなりません委員会の解消を含め、早急な対応が必要と思いますが、見解をお示しください。本市の修学指導委員会委員は、市内30校の小中学校を代表して、校長先生1名、市内17の公立、私立幼稚園を代表して、園長が1名、スクールカウンセラー1名、医師1名、 特別支援教育関係者5名会津養護学校から1名計10名です私はこれで対象となる子どもすべてを包括できる検討がされるとは思っておりません修学指導委員会には対象となる子どもが関係する機関の担当者が一堂に会して話し合いをすべきと考えます委員の選任の在り方を見直すべきと思いますが見解をお示しください支援体制の強化について伺います 特別支援の対象となる子どもの増加や従来になかった症状への専門的対応が求められていますが専門教員が不足しています教員の資質向上と経験者保護者等による支援専門特別職の活用採用専門ボランティアの活用が必要ですまた特別支援員は市の臨時職員としての雇用であり雇用期間は1年単位です市専門職員としての 常勤雇用をすべきと思いますが、見解をお示しください。以上で壇上からの質問を終わります。市長,市長 横山敦史議員のご質問にお答えをいたしますはじめに教育委員の選任についてであります教育委員の選任につきましては地方教育行政の組織及び運営に関する法律により人格が高潔で教育に関し指揮権を有する者のうちから地方公共団体の長が議会の同意を得て任命することとされております本市におきましては 市民各層の意見を伺いながら教育行政に深い関心と熱意があり適任と思われる方を候補者として議会へ提案しているところでありますまた委員候補者の公募や住民推薦につきましては一部の自治体において事例があることからその効果と課題について情報収集に努めてまいりたいと考えております なおその他のご質問については、教育長よりお答えを申し上げます。教育長。お答えいたします。まず、市民から見える教育委員会定例会のあり方についてであります。定例会の開催情報につきましては、定例会の開催日時、場所について、市政だより及びホームページにおいて情報発信を行っており、今年度は、 2回のの定例会ににおいいいいててべ名方ただるところでありますまた、定例会の会議結果につきましては、ホームページにおいて公表しているところであります。今後につきましても、情報の提供に努めるとともに、市民に対し、より分かりやすい会議の運営に努めてまいる考えであります。次に、市民の声の把握とその反映についてであります。教育委員は 教育の専門家以外の地域住民の声の代弁者として選任されており、教育文化、スポーツなど様々な分野に関わりのある委員により、広く市民のニーズを施策に反映しているところであります。また、学校などの教育機関の訪問や市 pta 連合会との意見交換会を行うこと、失礼しま意見交換を行うことにより、地域住民住民移行の把握に努めている。ほか。 市民から寄せられた陳情や要望などについては、随時事務局に情報提供を求め、委員間において意見交換を行っているところであります。次に、教育委員会と事務局の役割分担と、教育委員会による評価についてであります。教育に関する事務のうち、基本的な方針の策定、教育委員会の活動の点検評価等は、教育委員会自らが行うこととして、 事務局との役割分担が図られておりますこれに伴い、教育情勢推進プランの策定や、教育課程編成指針を決定するとともに、教育委員会の権限に属する事務の管理および執行の状況について、委員が点検および評価を行っており、その結果を市長および議会へ報告しているところであります。 次に、教育委員としての教育長の身分上のメリットとデメリットについてであります。現制度においては、教育長は教育委員の中から任命されており、常勤の教育長が教育委員会が策定した方針に従って、事務局を指揮・監督することによって、一貫した教育情勢の円滑な推進ができることが利点であると考えております。 次に、市長と教育委員会の権限分担,分,分担についてであります。教育に関するもののうち、市長の権限は、教育財産の取得及び処分、契約締結行為、予算の執行等であります。これらを除き、学校等教育機関の設置管理をはじめ、教育に関する事務が、教育委員会の職務権限として位置づけられており、教育情勢にかかる政策立案や、 評価等につきましては、教育委員会の責任のもと実施するものであります。一方、複雑な現代社会においては、教育情勢の課題が多く存在することから、市長と十分な連携を取り、教育委員会の政治的な中立性を確保しながら、課題の解決を図っていかなければならないと考えております。次に、文化、芸術、スポーツ分野の市長部局への移管についてであります。 これらの分野については、豊かな人間社会の形成において、重要な学校教育や社会教育と関連性が高いことから、現時点では教育委員会において一体的に所管することが妥当と考えております。次に、仮称・教育総合センター設置への見解についてであります。現在、市教育委員会では、 各小中学校より1名ずつ選任された教員と指導指示などで構成する学校教育指導委員会を設置しております。この委員会を教育センターとしての機能を持たせた組,組織と位置づけ、従前の個人研究などをまとめるだけの組織ではなく、会津教学教えの心得や学びの心得の作成、啓発を含め、 さまざまな教育課題の調査研究や教材開発にも努めているところでありますまた教員の学習指導や生徒指導に関する相談や支援につきましてはここの状況に応じて各校の管理職や指導指示が対応しより良い学習や生活環境の確立に努めているところであります今後はさらにこの 学校教育指導委員会の機能の充実と強化を図り、仮称教育総合センターとしての位置づけを確立してまいります。え次に、30人合従、30人程度合従の効果についてであります。少人数合従により、児童生徒一人一人の特性や実態が詳しく把握でき、子に応じた適切な指導ができるようになったこと。 一人一人に目が行き届き、子に応じた学習指導が可能になったことなど、少人数ならではの効果があったものと認識しております。今後ともこれらの成果を踏まえつつ、より効果的な少人数学級のあり方について支援をしてまいります。次に、免許外教員による教科指導の改善についてであります。中学校の教科担任は、本来所有する免許教科を担当するものであり、 面外担任の許可はあくまでもやむを得ない措置であります。今後は、面外担任の実態を深刻に受け止め、研修内容、研修機会の充実を図るとともに、その割合を最小限に抑えるため、面外補正教員の配置を要望してまいります。次に、非正規教員の継続性の課題についてであります。教育委員会といたたしししましては安定した教員集団に見守れられていることが 子どもたちや保護者に安心感を与え信頼感や学習効果の向上につながるものと認識しております今後も3年間継続して任用できる制度を活用するなど優秀な講師の継続雇用について県に要望してまいります次に中学校英語で出版社の異なる教科書を使用した根拠と効果についてであります 公立小中学校の教科用図書採択につきましては、会津採択地区教育庁協議会の決定に基づいて採択をしております。今年度の中学校英語につきましては、新学習指導要領の完全実施に鑑み、従来の話すこと聞くことに加え、読むこと書くことにも重点を置いた総合的、実践的な英語力の向上が求め,求められていることから、 これらの活動が一貫してバランスよく組み込まれている教科書を調査研究し採択した経緯にあります。各中学校においては、教師、生徒ともに読む書に重点化したこの教科書の使用について、こう評価をいただいており、今後、生徒の総合的な英語力の向上に結びつくものと期待しております。次に、心身障害児、修学指導員、 委員会の組織の解消を含めた在り方についてであります。障害を持つ子どもや保護者にとって、早い段階から支援や長期的な支援計画は必要なことであり、このことが子ども一人一人の教育的ニーズに応じ,応じた支援を保障するものと認識しております。今年 7, 7月には、中長審特別支援教育の在り方に関する特別委員会の報告の中で、 早期からの教育相談や、就学先決定後の一貫した支援についても言及されており、教育委員会といたしましては、心身障害児就学指導委員会の名称の変更や機能について、国の動向を注視しながら検討を進めてまいります。次に、心身障害児就学指導委員会の委員の選任のあり方についてであります。心身障害児に関する支援においては、 教育機関だけではなく、保育機関、医療機関、福祉関係機関などの関係機関および保護者との連携が不可欠であること、あると考えております。心身障害児就学指導委員会の機能の検討の際には、このような点も十分考慮し、委員の構成を検討してまいります。次に、特別支援委員の市専門職員としての常勤雇用についてであります。 特別支援,支援委員は現在12校に12名配置しており、支援が必要な児童・生徒のため、支援を行っております。今後、安定した支援の実施およびさまざまな支援への対応のため、財源を含め、乗務内容に応じた雇用形態について、検討していく必要があると認識しております。以上でございいます横山敦史議員はい えー、まず、えー、教育委員会のあり方について、えー、再質問します。えー、答弁の中で、えー、昨年度はゼロでしたけれども、今年度は7名の傍聴者があった、でも私には、えー、全然多いとは思いません、まあ、少ないと思います、そこで,です、ねえー、ただいまの答弁で、より分かりやすい会議のあり方を、まあ、目指していきたい、このより分かりやすい会議というのはどういうことなのか、具体的なイメージでご答弁願います。 それから2点目ですけど、会議の中身のその説明責任、評価、結果の報告等々は、ホームページで行われているのを私も分かりますが、そのホームページで行われている結果というのは、こういう議題について話し合いをしました、そして結果はこうでしたということのみですよね、で教育委員会の中で行われている議論の公開というのは、議事録を閲覧をしなければだめですね、この辺の部分の改善というのは、どのようにこうお考えでしょうか。 えー、それからですね、えー、次、学校教育、あごめんなさい、えー、教育委員会の点でもう一つ、えー、とただいまのご答弁の中でその、教育長と教育委員会のこの身分の問題で、えー、メリットのことで一貫したその指針を持って対応できるということをおっしゃられました、デメリットはないですか、どうでしょうか。あのご答弁の中でその 予算編成、予算が伴う事務事業の執行に関しては、どうしてもその市長部局、えー、との、あのー、調整が必要になってきますね、緊急な対応が迫られたときに、今回の自主避難者の最初の受け入れ拒否の点でもそうでした、お金が関係してくる問題でしたけど、そういうその予算が絡んでくる事務事業の執行にあたっての、えー、デメリットというもの、私はあるんじゃないかと思うんですが、いかがでしょうか。 それからえ学校教育についてえ伺います。えと仮称教育総合センター的なこの機能を目指していきたいということで、各学校から、えー、先生が1名ずつ入っているその、そういう協議会があるというのは私も知っています。えー、しかしですねその、市民からの相談の窓口ということについては、学校に行くと教育委員会には言わないでくれとかね。 これは学校に言ってくれとか、教育委員会は教育委員会の方で早く把握をしたいとか、さまざまなところで、一般市民の保護者の方は、どこにどの問題を相談していっていいのかという、その総合的な窓口というのがないと思ってます。そういう窓口、そして機敏に動くような、えー、スピード感、機動性、そういったものはどのように確保されるお考えなのか。えー、それからですね。<coughs> 教員配置と人事少人数学級の点です、えー。免許外教員、やむを得ないというご答弁でしたけど、どうしてやむを得ないんですかその理由をおっしゃってください。えー、それからですね、教科書の問題です。結局、新しい教科書にしたのは、レベルが高い子供たちの学力向上に寄与するということだと思うんですよ。しかし、 現場でどういうことが起こっているかというと、新しい教科書にしたために、教材が、前の教科書の教材はあるんですけど、教材が買えないんです。視聴覚教材は何万もします。先生の指導書は一冊一万円もします。それを複数の英語の先生がいる学校では買えない現状があるんです。新しい単語が出てくると、その単語、を習っていない単語の、えー、指導書は、先生は持っていくけれども、子どもたちは持ってないんです。そのたために子どもたちは また先生に聞いたり、前もって調べたりしなくちゃならない、今までの教科書だと全部、履修単語が分かっている、こういうことが起こっています。それからですね、特別支援教育について、えー、名称の解消を含め、えー、早期からの相談に向けて考えていきたいという、えー、少しずつ少しずつこう前向きなご答弁を感じています、えー。特別支援の支援員、本当に足りないと思いますが、 発達障害の子供さんを持つ親御さんの中には、会津若松の私立、私立幼稚園の中で、ボランティアで発達障害の子供の支援をしているお母さんがいるんです。そういう方々、いつでも声がかかれば、お手伝いしたいというふうに言ってます。公明党会派と合同の、えー、東松山市に行った調査をしてきました。一つ、えー、ステップを申し上げます。 東松山市では第一ステップとして、修学指導委員会の規則を改正して、修学支援委員会にまず解消するんです。そして直後、教育委員会の規則を改正して、修学支援委員会を廃止して、修学相談調整会議を設置するんです。そしてその後、条例改正をして、人権費等々の規定をする。それができるから、365日1年間通して、一人一人の子供への 相談や分析や調査ができている現状があります。支援員も多いですよ。各学校から一名ずつ入ってるんですよ。それから保護者代表も入ってます。愛沢松入ってませんよね。それから市からも入ってます。市入ってませんよね。これによって早期からの調査研究ができる。そういう一年間をかけての前の年からの就学前の子供の調査研究をする体制。 もう一度さらにご答弁、お願いできません。教育長。えー、再度のお正しい7点あったと思いますが、順次お答えします。えー、まずあの、分かりやすい教育委員会のあり方でございますが、えー、私が就任してから心がけていることがございます。えー、事務局にに提,提案する議題については 3通りのパターンを考えてくれで、1つは報告のようなものがあるでしょう、で2つ目はあの、もう修正が、原案の修正があるようなものもあっていいと、で3つ目が大事であって、あの例えばあ私が就任してすぐに、えー、臨時の会議も含めて、10以上、委員同士だけで集まったりしたんですが、 教育情勢推進プランのようなものですね、ああいうものは、もう最初は白紙で、方向性、現在の課題と現状分析だけ、事務局から出していただいて、委員に方向性を聞くための案、それを大事にしましょうということで、今、進めているところでございます。えー、なおあの、より見えるような分かりやすい、えー、運営の仕方を心がけていきたいと思います。 2点目は、えー、市民に広く知らせる方法ですけれども、まあ、あの今は市政だより、あるいはホームページですけれども、f m i 図なども対応が可能でございますので、それから今までに新立小学校、あるいは複式の問題で大戸小学校などで出前開催をいたしましたが、必ずしも市民への PR が十分でなかった。 そういう意味での周知のさまざまな周知の方法についても今後検討していきたいというふうに思います。三点目はあのデメリットはないのかということですが、これは事務局のメンバー課長会議でもいろいろ話したんですけれどもあまり感じてません。で、全国の教育長がよく話をするのは議員御指摘の。 予算が教育委員会にないという不満ですけれども、私は教育委員会に予算があること自体がおかしいと思います。あの市長張並びに議会の了解を得て進むべきものである,あるというふうに,にあの認識しておりますので、教育委員会そのものが独自に予算を持つということ自体が私はおかしいと。 デメリットという,ふうには感じておりません、えー、4点目は、ああの市民の相談窓口の件ですけれども、えー、これについては、今、すべての学校、まだ完成しませんが、まずは学校が保護者との契約書を結ぶ。えー、それが 今私どもがお話しているスクーールインンフォメーションです例えば災害のときに二次避難はどこにしますよ、あるいは引き渡しはこういう条件が整ったら保護者に引き渡しますよとかっていうのを、あるいは年間の計画ですね、どういう狙いでどんな着地点でいくかっていうようなものを前もって学校が昔の PT 総会のところで校長が、 何々小学校を語る会というような形で、1年間の契約書を結び合う、それがスクールインフォメーションですで、それを作った上で、窓口はやっぱり基本は学校ですが、学校に言いづらいことについては、教育委員会学長課に窓口を作ってますので、PT の役員会、あるいは校長先生方にはその旨、常々伝えているところでございます。 今後ともそのスピード感を持って対応できるように考えていきたいと思います。5点目は、面会がやむを得ないという話ですけれどもあの、小さい学校ほどやむを得ないんですね、えー、教すべての教科の揃えるだけの先生があの定数がありません、例えば6人くらいしか先生がいない学校もいます。そうすると当然 音楽とか技術課程とか、週に何時間もない授業実数を持っている先生をそこに配置することはちょっと不可能になる、したがって、なるべく2つの免許状を持っている先生をその学校に配置するなど、工夫はしているんですけれども、やむを得ず最低限の配置はということで、そのやむを得ないということを使ったところです。 6点目はあの今、今般の英語の教科書についてですが、あの実は、えー、教科書を変わったことによって、教科書会社のホームページにもありますけれども、私どもとしてもあの移行するために単語をどういうふうに主導したらいいか、あるいは不足文をどうしたらいいかということも含めて配置しているところでございます。議員ごご指摘の,その浜通りから 来られた先生方が以前、あのビジュアルな教科書を使っていたということの話も受け,受けたまっておりますけれども、私どもとしては、教科用指導書や付属の,あの音声が出る CD、あるいはピクチャーカード、フラッシュカード、類いのものは、すべてそれぞれの学校の要望通り配布して、配置して、えー、おりますので、配当しておりますので、あのその需要に支障が出ているというには考えてございません。なおあの どうしてもビジュアル教科書が必要だという場合には、あの別途各学校の独自の購入の仕方などを工夫していきたいと思います。それから7番目については、あの特別支援委員、あるいは特別修学指導委員会の件ですけれども、あの東松山市のように、あの名称としては、修学支援、指導から支援の方向で、 えー、ありますのでそのの名称の1つとししてて今検討しております、えー、それから私ども、健康増進にはいろいろとお世話になっていますが、本市の健康増進の担当は、あの大変役立つ情報をたくさん持ってますので、市のメンバー、あるいは、えー、保護者のメンバーを、この委員のメンバーに加えることも含めて、えー、早急に検討してまいりたいと思います以上でございます。 横山議員修学指導、えー、特別支援の支援について、再、え、度、ー、あのー、健康福祉部の方にも、教育委員会の方にも、こういう声はすでにペーパーで届いているという話をちょっと伺ったんですけれども、こういう声が上がってるんですよ、修学時検診を控えて情報を得るため、小学校へ電話したところ、ある小学校では特別支援の話を切り出すと、違う学校へと断られた。 ついで別の学校に電話をかけたが、同様の返,し返事です。それから、えー、修学時検診の,夏のために、夏休み前に電話をさせてもらったが、そのときは、修学時検診を受けてから再度と言われて、終わった後再度連絡をしたところ、えー、修学時検診の前に連絡を入れてもらえば、もっと早く調査ができたのに、もう、こういうことが実際の体験として、えー、伝わっております。これは やはりその早い早い対応をする機動的な、機能的な対応が取られてないからだと思うんです、あの健康福祉部長への答弁はいりません、教育長、こういう実態、ご存知でしょうが、この実態に対してのご答弁、再度お願いいたします。それから、免許がい,いの先生や講師の先生は分かります、私も県の標準あ国の標準法の関係で、そうせざるを得ない状況は分かりますが、本市非常に多いんですよ。 中学校で2 3百三十1人の先生のうち30人が、えー、面外ですよ。で、それから非正規の先生は、本百564名中71名が非正規なんです。もう12%、13%という、非常に多くの先生が、まあ、面外であったり、身分不安定なあの実態なんです。これでは、継続的な雇用ができないから、30人学級、30人程度学級は、 効果がなかったって言って、県議会では大議論になったんじゃないんでしょうか、再度、もう一度、確認をお願いします教育長えと2。2点のお正しでございますけれども、さまざま保護者からの苦情、不満については伺っているところでございます。あの教職員の基本的な姿勢ススタンスについて 改革しなくちゃいけないというふうに私も感じているところでございまして、先ほどあの答弁申し上げた今年七7月の中朝市特別支援教育のあり方に関する特別委員会の報告の内容について、各学校に徹底すれば、その問題は解決するというふうに考えておりますので、今後、その指導、徹底を図ってまいりたいと思います。2点目の面外に関わる ご指摘でございますけれども、これはあの県議会でどういう意図でどういう話がなされたか、ちょっと分かりませんが、あの私が県にいるときから始めたあの少人数教育なんですけれども、当時70億、現在60億の県の持ち出しになっています、で、まあ、平たく言えば60億に見合った成果が出てるのかっていうのが、県議会の,あの主なる主張だと思うんですけれども、あの面外と これをあの重ね合わせることではなくて、むしろあの少人数合従ではなくてあの、えー、35でも36でも、1つの合従に2人が入って TT で行うとかいう少人数指導のあり方を、もう少し徹底していくことがあの効果があるのではないかと、今あの現場で、現場の指導をしているところでございます。以上ででございますここで 再開を11時25分といたします。